きましたよ。ミックスフライ定食、すごいボリュームです。これで750円はかなり安いですよ。ご飯もまあまあ入ってます。サラダに味噌汁。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へ追い出すのを見せてあげようと、あっきりです。はい、本日は中央市場やってきました。ほんで中央市場でね、まだ行ったことのない店を行こうかなっていうことでブラブラしてるんですけども、うまそうなね洋食のお店があるんで、紹介させていただきます。では動画初潜入していきたいと思います。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッド行ってきます。そしたらね、あちら七条通り、ここからね中央市場入っていきまして、一筋目を西に行くんやけど、はい、そしたらあるんすよ。ほんでこっち行ったら俺がいつも動画上げてるゴンパイスさんのあるところなんですけど、ここ越えて、ここあるんすよ、洋食屋が。はい、清美さんって言うんですけど、安いじゃないですか。はい、いいですね。ちょっと今ね舌折れたらいっぱいやったんで待ってるんですけど、安いね。ああ8000円です。はい、そしたらね、地下に降りるんですけど、すごいディープな感じのお店ですね。はい、8000円ですよ。ちょっとドキドキするな。行ってみます。ここですね。直ししなくちゃなんですいません、ドラーということでね、動画発生ニュースを、はい、こちらが京都中央市場にある洋食のお店です。フライが美味しいということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。フライが美味しい洋食のお店なんですけど、なんかオムライスとかね、カレーとか焼きうどんとかいろんなものがあるんですけど、今日はミックスフライ定食注文させていただきましたので、よろしくお願いします。いや、8000円なので楽しめそう。ほんで、とにかく安いんで、はい、よろしくお願いします。中央市場ですけど、ビールですよ。はい、真っ昼間のビール、瓶ビールですけど、450円、安いね。安いです。ぐらい注文しましたけど、プラスビールからいくぜ。ありがとうございます。ミックスフライ定食、すごいボリュームです。これで750円はかなり安いですよ。ご飯もまあまあ入ってます。サラダに味噌汁、ほんでこちらがフライです。すごいですね。イカかコロッケを選べるっていうことだったんですけど、今日はイカフライしました。ということでいただいていきます。はじめ、まずサラダからいくよ。味噌汁もね、わかめがいっぱい入ってて美味しそうです。で、フライ豚とシソとチーズだね、これどうしたやろ。ソースかけるわ。よっしゃ、はい、いただきます。うまっ。
とろけるチーズ、うん、ここはもう並みたいだけどパンパンやん。お連れさんと一緒なんですけど、焼きうどん頼まはったんでちょっともらいます。焼きうどん丼ぶり、焼きうどん行くぞ。うん、うまいわ。洋食屋さんの焼きうどんうまい。いやこれも嬉しいね、このふりかけ。よっしゃ、こんなお弁当以来っすよ。ほんでここでイカっすね。イカ、イカはタルタルでいく。うまい、タルタルに合う、うん。いやこれイカフライもね結構入ってますよこれ、うん、ボリュームやばい。うん、エビは最後のお楽しみ。よっしゃ、エビフライ行くぞ。これにはたっぷりねタルタルソースをつけるけど、このごついエビフライ、これはすごい。うまいわ、ふっくらプリプリ、大きいエビです、うん、めちゃめちゃうまかったわ、はい、これで750もちょっと考えられへんね。もう街出たら1200円ぐらい取れるんちゃうかな。いやほんまこれはたっぷり大満足でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。完食ですわ、めっちゃボリュームあってうまかった、ほんまにごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はね中央市場の入り口近辺にあるこちら日尾美さん行ってきましたよ。8000円でした。むちゃくちゃ安い、びっくりした。あのボリュームで750円、もう街出たらほんま1000円超えるよ、はい、ほんでご飯も並サイズにしたんですけど、すごいボリュームで台も選べますから、しっかり食べたい人はぜひ来てください。ほんで他のメニューもあるんで、また改めてお伺いさせていただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛します。中央市場はまだまだいいところがあるぞ。ありがとうございました。